山ちゃんとかみんな呼ぶよ。商店街公園ってどこかな。商店街公園に鳩にパンの耳をあげに行ったんだよ。そうだよ、鳩がお腹減ったらかわいそうだからだよ。飛田さん、優しいね。戻ってくるよ、絶対待ってる。自由行動の日に一人でこの町まで来たんだよ。それで飛田さんのお店を見てたの。修学旅行生だよ。どうして分かったの。制服がすげえかっこいいだろ。なんで他のやつと一緒じゃない。だって仲間外れたから。何、いじめとかそういうやつ。うん、どっちなの。みんな喋ってくれないんだ。無視されてるわけか。うん、それで逃げ出したんだ。みんな八方美人って言うんだ。はっ、なんで悪者になっちゃったのかな。悪いこと何にもしてないよ。そりゃ気の毒にな。もうみんなのとこ戻んない。じゃあ戻らなきゃいいじゃんか。それで戻るのやめたんだ。あのね、これが丸太島の人魚の涙。こっちはタヒチの伝説の果実の種。それとトカゲの尻尾入りの琥珀。
これが願いを叶えるペンダント。願いを叶えるペンダントが一番いいな。ほら、すごく綺麗なんだよ。お星様が入ってるの。そう、お星様だから願いが叶うんだね。ミフちゃんとトビーが？嘘だろ。ありえないね。どういうことよ、マグロ。知らないっすよ。知らないっすって、これだ。付き合い長いんだろ。本当は何か知ってんじゃないのか。魚辺にあらずと書いて、ニシ。俺に聞かないでくださいよ。マモちゃん、誰これ。たまきちゃんで、たまちゃんか。噂をすれば影が差す。珍しいな。余計なことしやがって。ミフが来たいって言ったのかよ。ミフがそうしてくれって頼んだのか。お前らってとんだおせっかい野郎だな。おごるなよ。お前は誠意だとか善意だとか好意だとかな、それがあれば必ず相手に受け入れられて当然、認められて当たり前のものだと思ってやがる。思いやがるな。少なくとも俺は絶対に認めねえな。ムカつく？村長思うんじゃなくてそう聞かされただけだろ。お前は俺のこと腹ん中では軽蔑してるだろ。気に入らねえ気に入らねえと思ってたけどよ、ほんとお前ってムカつく野郎だぜ。そのことじゃねえ。俺が気に入らねえのは、お前のその自己欺瞞だ。
マグロ。おい、飯食わせとけ。あ、ともちゃん、おいでおいで。さ、たまちゃん、たまちゃんは何が好きかな？カレー？カレーはインドカレーがおすすめだよ。女の子はパスタとかが好きなんす。ねえタマちゃん、魚介のパスタがおすすめすよ。この間までシェフさえ知らなかったくせにパスタとか言ってんじゃねえよ。カレーだカレー。ここはインドカレーだけは本格的だからね。全部本格的だよ。正午、お前現地の味を知らねえだろ。日本から一歩も出たことないの。パスタっすよ。カレーだ。どっちがいい？シンで、こっちがマグロ。違うっす。俺の名前は力丸シンクロース。お、教えてください。だからシン。ああ、フルネームで知りたい。稲穂シン。それで、これがマグロ。違うっす。力丸シンクロー。食べるかか。店長、追加オーダー。同じやつ。シンさん、マグロさん。なに？あれ？やっぱり嫌だ？タマちゃん、マグロじゃより遠いっすよ。聞いてる聞いてる。ジョーゴに聞いたから、タマちゃんって言うんだよね。
さっきから僕そう呼んでたじゃない。やだな。タマ。あ、たまには違うあだ名で呼ばれてみたい？オーケー、タマちゃん任せてよ。僕そういうの考えるのすっごく得意だから。何がいいかな。どっか、タマちゃんとかみんな呼ぶよ。翔子さん、新さん、マクロさん、さよなら。俺はちゃんと止めたっす。チョコアイス買ってきてやったぞ。俺って親切。おい、ゲームだよ。平和ボケで緊張感が足りない。なんでもポイポイそこら辺に投げ出しておく。まさに正午って感じの明けっぴろげの真っ昼間バカ。な？俺って親切だろ？これタイトで軽い。